ます、現在時刻は8月11日8時22分ということでね、今日も僕の夏休み3をやっていこうと思います。よろしくお願いします。8月11日っつったけど今よし。さて、昨日はみどりちゃんとデートしたんだよね。だから今日コケコッコ、多分今日はみっちゃんとデートかな。楽しみだな、みっちゃんとデート。これあれだね、 T シャツ毎回色なくなってたんだね全然気づかなかった。オリジナルじゃないやつ着てるときはちゃんと着てんだな。基本色落ちする。はーい、今日どうしよっかな。おばあんとこ行きたいよね。おばあ、昨日紹介してもらったから、おばあのとこにとりあえず行きたいな。あ、バターロール、あ、コーンフレークか。あれ手前に置いてあったね。はい、いただきます。フルーツポンチじゃなかった、コーンフレークだ。いいな、コーンフレーク食ってねえな、しばらく。ごちそうさまでした。コーンフレーク食おうかな。ごちそうさまでした。あれ、今日は何にもないのかい。あ、今日何にもないね。まあでもこの何にもない一日っていうのが夏休みの醍醐味なんだよな。なんかいいことっぽく言ったけど、よし、今日はじゃあ自由に遊ぼうぜ。一日何にしようかな、何にしようかな。オリジナル、オリジナル、これかわいいな、カトリブタこれかわいくない、カトリブタ、これにしよう。なんとなくかわいいから、これかわいいねいいね、後ろカトリ線香だこれかわいいじゃんね。自由にな、今日は自由な一日だから。なんとなく可愛いカトリブタを選ぶ。で、クワガタを取って。何かいるかな。今日どっちのルートから行こうかな。おばあのところに行かなくちゃなんないので。やったね。何にもいないね。基本ノコギリしかいないからね。あっ、卵あった、久しぶりにあった。ほらね外から見ても見えない時あるんですよ。あと毎日開けても大丈夫だったな。おい、ウィキ更新しよう完全にランダムです。ウィキを更新しよう。俺たちが見つけたな何と言われても開け続けた俺のこの執念。そしてこっちから入るといいんだね。今日はこっちから入って、で花子、おばちゃんにバレる前によ、おばちゃんにそうか、こっちから入ったらあれじゃん、おばちゃんに嘘つかなくて済むな。まず花子に乳もらってと、はい、サンキュー花子、サンキュー花子、今日はどうしよっかな。みんなやったかな。じゃあ今日はまたママに、本物のママにもらおうね。見てる、見てるな、イカ飯が。あれ、いるんだっけマッサージ、忘れちゃった、いるっけ。オッケー、ありがとうな、リボン、いっぱいになったよね。はい、イカ飯どうぞ。お飲み、はい、ミルクだよ。イカ飯は一生懸命ミルクを飲む。おいしいか、イカ飯おいしいってもう分かるようになった。イカ飯が何言ってるか分かるようになったわ。おいしいって言ってるわ。ニパー。そしてちょっと たまには飲もうぜ。赤ちゃん牛用のミルクが入ったタンクあります、どうしますか。もちろん自分で飲む目の前でおばあちゃんの目の前で怒られねえかな。ニパーこれ絶対飲ん、これ絶対飲んでいいやつじゃないだろ。人体に害あるだろ多分。なんかわかんねえけど殺菌とかしてねえだろ。じゃあとりあえずおばあちゃんに。おばあちゃん、僕くん、うん、今日はもう格子にミルク、今日はもうバッチリあげたよ。そうなんだ、偉いね。ああ、その調子で明日も忘れずによろしくね。こっち見るよな、なんかここでおばちゃん。明日もよろしくねっていうところでこっち見んだよな。プレッシャーかけてくんだよ。鶏の卵を取ってきてよ。あ、取られた、くそ取られた、また卵。じゃあこれは、うん、明日の朝ごはんに出してあげるからね。ね、よろしくね。やっと取れたよ。
今日の晩御飯は何でしょう。何だろうか。ヒントを言うよ。ザンギカラッと揚げて作ります。ザ、あ、カレーの唐揚げか。そうか、くそー、これは俺の負けだわ。これは何だ。チャーシュー麺楽しみにして待っててね。チャーシュー麺揚げんのか、揚げんのか、チャーシュー麺を。ほー、突然切る。そしてツバメの様子見に行こうね。あ、出たな。うわ、また蛇が来てる。また来てる。やっぱり落ち着かなくっちゃ。やったれ、釣り竿で。ちょ、レンガで潰せ。よし、釣り竿で倒せねえから。レンガ4個持ってっかんな。潰せ、レンガで。お前なんかに負けないぞ。いや、ちょっと近い近い、危ない危ない危ない。やった、マジかよ。目で制した、目で制したぞ、シャンクス。目で制したな。無事かみんな。まだ5はいるね。すごいな。カッつって、キッつって制したな今。すごい。よし、だからおじちゃん、おじちゃんたちっていつも忙しそうだね。あれ、俺昨日言ったっけ、うん、いつも忙しいよ。いつも忙しいんだよね、おじちゃんはね。はい、さて、どうしようかな。野菜に水をあげて、あっちから回っていくか。いやー、ほんと頑張ったな、みんな。みんなよく頑張ったな。明日も頼むぞ、俺が卵をさ。お前さ、今日何、11日でしょ今日。10日ぶりにやっと卵産んだのにさ、産んだそばから盗まれてさ、またひよこが。またひよこになれなかった、ごめんなみんな。悪いと思ってる、悪いと思ってるよ。はい、いけ、しっかりお水をあげようね。まだちょっと食べられないね。もっと赤くなるでしょ。みどりちゃんも赤いからって言ってたからね。こんなんじゃちょっと食べられないね。いや、でも楽しみだな。トマトはさ、結構なんかばあちゃん家で育て、なんか育ててたりしたからさ、もう取ったその場でパクッみたいなやったことあるんだけど、ナスとかもさ、取ってその場でかじりついたりするんかな。どんな感じなんだろう。おいしいんかな。みずみずしそうだけどね。トマトとかキュウリとかもやったことある気がするけど、ナスはないなぁ。いやー、なんかいいなぁ。スイカ食いてぇなぁ。スイカ食いてぇよなぁ。おい、スーパーでスイカ買ってこようかな。おじちゃん、え、おじちゃん、ひろみちゃん、こんにちは。こんにちは。よし、またまた一句できたね。挨拶せえよお前は。花の丘、いつも思うけど、本当にかけっこしたっけ、裸足の季節。え、なんか字余り、字余りかい。花の丘、かけっこしたっけ、裸足の季節。ちょっとなんかやっぱなんか変な感じするな。最後なんか変な感じするわ、ひろみちゃん。まあまあ、だべさ、45点。よし、さあ、じゃあ今日も頑張って。ちょっとマジで高得点狙っていこうぜ。夕焼けにかけっこしたっけ、川の中。なんかもっとひねりてえんだよな。普通だよな。なんかもっとひねりたいな。風香るデートしたのは裸足の季節。どう、なんていうの、季節の匂いってあるじゃないですか。なんか、あ、夏の匂いがしたなみたいな、もうすぐ夏が来るなみたいな、その瞬間にこう中学生高校生ぐらいの時にね、こう裸足でパシャパシャ川と遊びとかをしてデートしたことを思い出すわけよ。香りに乗って、風の香りに乗ってね、デートしたのは裸足の記憶が蘇る。どう、どう、これはなかなかの出来栄えだな。だからさ、マジでやるとさ、失敗した時めっちゃ恥ずかしいんだよね。裸足の季節、シンプル。採点は本気で考えてる時に失敗する。やっしゃー、来た、90点乗ったぞ。久しぶりに、久しぶりに乗った。悪魔以来、これは悪魔以来だ。強い日差しに負けないくらい、うん、手に汗握る内容だな。そんな怖い、違うんだよな別に。もっと爽やかな、清涼感のある歌なんだよな別に。やったー、やっと出たぞ90点。これにて、あ、出た、有段者試験合格。有段者試験、黒帯を与える。黒帯だー。空手か、空手か何かか、黒帯になった。次回黒帯の次なんだろうな。また精進して頑張るようにな。名人みたいな、
名人みたいなのになれんのかな。やったー、なかなか分かるようになってきたな、ひろみちゃん。また何か俺の歌の趣が分かるようになってきたな。トラック乗せて、あれ、ゴローに会いに行こうぜ。ゴローに、牧場の向こうまで一緒に行くべ。はい、よし。全然最近な、なんかなかなかいい歌だなとか言ってくれるものの、ありがとうおじさん、80点ぐらいだったらなんもさ。よし、黒帯になった。これで終わりなんかな、まだあんのかしら。なんかもう俳句が入らない、なんかいっぱいになった感じするけど、もっと下にあんのかな。えい、ゴロー、ゴロー、ゴロー、どうだ元気か。ゴロちょっと待ってな、今忙しくなったから急に。ゴロちょっと待ってな。よし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 、水色お長しじみのビッグ、いいね。ゴロ元気、これ雨、あ、かわいい。これって僕の友達になってくれるってこと？あれ、なんか知らない声出したゴロが。僕は全部自分のいいように解釈してるな。でもなんかゴロがちょっと聞いたことない声出した。やっぱりゴロは優しいよね。なんなん僕くん、友達いる、いないの？なんか友達いない子みたいな。いるじゃん別に友達、人間の友達が。まるで人の友達がいないかのような振る舞い。ゴロでもなんかゴロはさ、そうそうだよな、今言って思ったけど、ゴロにはさ、クマの友達がいないからな。ね、人の友達しかいない、かわいそうだね、なんかね。ちょっと待って、今見ました皆さん、今左端に飛んでいったニュー、今左端にニュー飛んでいったの見ました。戻ってくるよこれ。こセミか、あれセミだよな、戻ってくるでしょ。今戻ってきたよな、どっかに。ここ、ここの木、あ違う、こいつか、今取ったこいつか。あいた、エゾゼミでか。何こいつ、すごい、え、かっけ、何こいつ。エゾってことは多分この辺にしかいないのかな。え、かっけえこいつ、ポケモンだろマジで。電気タイプ、電気虫タイプ、電気虫タイプだよ。飛行かな、電気飛行かもしれない。なんじゃあいつ、かっけ。ここに書いてある名前とさ、あっちのホタルがいるとこに書いてあるった木の名前違うね。ミツコとか書いてあったもんね。違くない、名前。いないか。ここの木にはなんかいろいろ出るからちょっと見ておきたいよね。あ、どんぐりだ、どんぐりだ、忘れてた、どんぐりのことすっかり。やった、あ、ちょっと待って、砂糖水、こんなとこにどんぐりあった、やったぜ。ちょっとチャチャにどんぐりあげに行きたいっすね。チャチャにどんぐり見ようぜ。どんぐりあった、これは水ならの木の実、あ、他の木でも取れるってことかな。木の種類が違う、形もちょっぷり違うようだって。へー、他のとこでも取れるのかね。レンガは多分ね、まだ取れないところにあると思う。まあ今までの流れ的にも何かいるかな、新しいところに行けると取れるから、その流れだと思うな。なんだこりゃ、え、姫オオカガタでしょ、びっくりした、本物のオオカガタかと思った。そしたら、あっち行くか、船頭さんに船出してもらっておばあに会いに行かないと。おばあ寂しいね、あっちで一人でね。おばあ、おばあ、あいっぱいいるね今日も。あ、今日ゴム飛びできるじゃん、ちょっと夕方来るわみんな。え、船頭さん暇す、いや暇すぎるでしょ船頭さん。このこことあそこをつなぐだけの仕事な、船頭さん楽な仕事だね。さてと、船に乗って行く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 、こんななんていい仕事なの、これどっかからお金出てんのかな。こんな別にこ、ここなんかさ、足元に気をつけて上がってこいや、ここをなんか登れるように改良すればいいだけじゃねえか。お前そしたら仕事なくなるぞ。やったのかな、なんかロープとか垂らしてこっから、それで仕事なくなるぞお前。おばあの家だからこっちかな。この木は調べられないのかな。あ、調べられた、魚土地の大きな木だよ、風が吹く方向に少しだけ曲がってる。へー、左から吹いてんのか。これなんかサントラのジャケットに似てる。よし、とりあえず木調べようぜ。ここの木はすげえできたんな。ここいっぱい出んだよな、何もいない、いいのが。なんかいないか、おい
いないな。カミキリムシ欲しいのにな。よし、カミキリムシ出なかった。あ、じいちゃんもいる。じいちゃん、あら、二人でよくこっち来てるって言ったもんね。人の一生の中で、家族と一緒にいられる時間なんて、本当に一瞬さ、その年ならもう知ってるべ。知ってるさ。え、だったら息子さんどこに行った方がいいさ。あんたまでそんなこと言うべか。おお、言うさ、ダメかい。喧嘩してる。おや、こんにちは。ちょっと前からいたけど。ねえ、何の話をしてたの？ね、息子さんだった。大人の話さ。そっかね、ただのおせっかいじゃないの。でもなんか仲は良さそうだな、逆に。おせっかいたなんだい。半角祭。あ、出た、半角祭。何さ、たくらんけ。たくらんけ。ちょっとおじいとおばあの話だから方言がすごくて理解できねえ。おじいとおばあの話で。おせっかいたなんだい。半角祭。なーに。半角祭は聞いたことあるな。いや、おばあなんか息子さんのところにいて、息子さん別のところに住んでんのか。おせっかいた。どっちの話かいても同じだわ。息子さんがなんか別のところに住んでて、そっちに帰りやってじいちゃん行ってんのかな。でもなんか嫌そうだったね。ここにいたいのがね、おばあは。なんかこれ深い話になりそうな予感がするな。なあ。そうなんだ。でもじいちゃんはさ、もうしょっちゅうこの大神さんのとこにいつも行ってんでしょ。畑にいない時なんてもうずっと行ってるんじゃないの。だから行っちゃったら行っちゃったら寂しい気もするけどね。でもまあばあちゃんのためにって感じなのかな。楽しみだね、今後どうなるかね。なんかいねえかな。あ、いた、見つけたぞ。まだいる、こっちの島には。ひよどし町。かっけえ、なんかポケモンみてえなやついっぱい出てくんな。ポケモンみてえな虫がいっぱいいる。くそ。一日一回伊藤チャレンジ。あいつほんと取れねえんだって。よいしょと。じゃあ、めぐみさんのところにね。ちょっと。ヨルダン、ハシミット王国。こんなとこ俺何回も丸ボタン押してる気がするけど。階段こっちなのか。やったー。偶然の。これは、逃がすか。にゃー、くそー。俺としたことが。だが、あの虫は戻ってくる。必ず。必ず戻ってくる。ほらな。お前。くそ、こいつ。やるな。だが俺は一度狙った虫を逃がさん。え、どこ行った？どこ行った？よっしゃ。マジになって無言になった。塩辛トンボ。すごい綺麗ね。やったー。めっちゃ腹筋に力入った。うっそん。よし、あ、ちょっと待って。まずチャチャにさ、どんぐりあげようぜ、チャチャ。チャチャ肩に乗せたい。おーい、チャチャ、出ておいで。出ておいで。チャチャ。はい、どんぐりあげるから。あ、出てきた。かわいい。私が地面にどんぐりを置くと、すぐにエゾリスが木から飛び出してきた。すぐに出てきたね。あ、あの野郎、どんぐりだけ持って。そうか、この木の中にリスの巣があるのか。逃げやがったな。チャチャ、ちょっとチャチャ、ちょっとどんぐりあげたんだからさ。おーい、写真一枚撮らせて。チャチャ出ておいで。チャチャ出てこないな。くそ、どんぐりがないと出てこない。チャチャは現金のやつだ。はい、めぐみさん。あ、やべ、めぐみさんにどんぐりあげるんだった。くそ、忘れてた。あ、めぐみさんごめんね、お腹減ってるのに。ねえ、お姉ちゃんはなんでガラスの職人さんになったの？うん、うちは親が小樽でガラス工場。あ、そうなん。え、じゃあなんで今ここで一人でやってるの？もっと北の方だね。反抗期だからね。なんか森の方でね、なんか
動物がいるところでやりたいみたいに言ってなかった？もともとはうちの親戚がやってたガラス工場だった。あ、そうなんだ。石油ランプや漁網につける浮き玉なんかを作ってたらしいね。へえ。めぐみさんは技術の方でやりたいんだもんね。あー、ホタルだってよいしょ。この辺はニセコとかその辺らしいので、もうちょっと北の方だね、小樽だと。よっこらしょと。あ、ちょっと待って仙道さん、ちょっと待って。よいしょ、よし、秋茜。あー、秋が近づいてきてる。そうか、もう中旬に入ったから出てくる虫もいるかもね。仙道さん、なんか、さてと。あ、言わない。昨日なんか今日はいい日になりそうみたいなこと言ってたけど、言わないね。そう、日によるのかな。秋茜だって。秋が近づいてきたな。でもまだ10日だから、まだ焦る時間じゃないでしょな、王様。王様よ。ねえ、あ、触った。王様ってどこの国の王様なの？ちょっと恐る恐る触ってない？ちょんちょんって。あれ、でもこれ同じこと言ってない？触ったっけ、こんな感じで。僕も王様になりたいな。た、これなんか毎日話しかけたらさ、縦に首振らねえかな、突然。はい、みどりちゃん。女の子の遊び知ってるの？女の子の遊びだ、うん、そうだよ。ゴム飛びしよっか。よし、今日ゴム飛びクリアするぞ。ちょっと忘れちゃった、しばらくやってないから。どうだったっけ、途中いきなり早くなんだよな。じゃあかなり早くやるからね。オッケー。これラグインだった、そういえば。1、2、3、はい、ターン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 。